道頓堀37名が飛び込む。大阪府警は昨夜の阪神タイガース日本一の影響を懸念して大阪南の道頓堀付近の警戒を強めていましたが、結果的に37人が道頓堀に飛び込んだと発表しました。負傷者もなく、逮捕者や摘発者もいないということです。あと一人突っ込んどけよ、そこはワクチン打っとけよ。38人目警察に阻止されて草。前日に小便してるやつおったな。少ないな、警察は頑張った。捕まえて厳重注意くらいはしろよ。止めるように注意喚起してたのに、しかとして決行したんだから逮捕もしないのに何の発表だよ。遊歩道にも警察官配置しておくか、塞いどけばよいのに。カウントはしてたんだ。またカーネルサンダースおじさんを投げ入れたの。男と女の比率言えよ。大阪府は条例で飛び込みを違法にしとけや。1年に1人飛び込む計算だな。っていうか今まで優勝もしてないのに飛び込んでたんだ。警察38人目は阻止した。わざわざカウントしてたのか。33人とみそっかす4人で 33.4 人やぞ。ご視聴ありがとうございました。